文学史は通常ある一つの国や地域の文学の歴史として記述され、また多く作者あるいは作品の歴史として書かれる。古代におけるその起こりは著者の列伝、あるいは作品の目録といった形に求められ、例えば紀元前3世紀にアレクサンドリアの図書館のためにカリマコスが編纂したピナケス、ローマのスエトニウスの詩人伝、中国では、 感情芸文史などが挙げられる。近代ヨーロッパにおいては文学史は文学研究の重要な分野となり、19世紀の国民意識公用とともに、ドイツではゲオルク・コトフリート・ゲルビーヌスのドイツ人の私的国民文学の歴史、イギリス文学についてはトマス・ウォートンのイギリス史詞あるいはフランスのイポリット・テーヌのイギリス文学史イタリアではフランチェスコ・デ・サンクティスの イタリア文学史とそれぞれ大著が書かれ黄金時代を迎えた。常実のように近代ヨーロッパにおいて文学史が学問分野となるにあたってドイツでは19世紀に交流した近代文献学の方法論、すなわちギリシャなどを対象とする古代文献学に習った方法論を適用するようにビルヘルム・シェーラーらによって主張された。一方フランスではテヌによって 実証主義的な文学史が衝動され、ギュスター・ブランソンらがこれに続いた。その後の展開について、ハンス・ローベルト・ヤウスは、文学史の歴史は、過去150年間にわたって、絶えず加工の道を記してきたとし、19世紀の学者たちは、文学作品の歴史を手がかりにして、民族の個性が形成される過程を記述することを、研究の最高目標と考えていた。 こうした王道は、今日ではすでに遠い思い出となっている。あるいは、大学の講義題目では、文学史は明らかに消滅していると書いている。地域ごと、あるいは、ジャンル、形式ごとの文学の歴史の詳細は下記を参照されたい。アジアヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、オセアニア。ありがとうございます。